お？混んでんな。いるのバレたら面倒だからあんま出てくんなよ。来てくれたんだね。まあ、うん。本当に来たのか。てめえで剣置いてったんだろ。他のお客様の邪魔にならないようにな。さあ、案内するよ。俺の描きたい絵のこともいろいろと話したい。じゃあ、後で。アンドノ、大丈夫なのか？大きな絵の裏でゴニョゴニョなんてことを。出てくんなっつの。マジで芸術鑑賞する？帰るってのもありじゃね。一遍だけざっと回るか。どっちから行きゃいいのこれ。じいさんだ。先生のイマジネーションにはいつも本当に驚かされます。すべてを一人の人間が描き出したとは到底思えない縦横無尽の作風。一体どこからこれほどの着想が。そうですな、言葉で伝えるのはなかなか難しいのですが、泉に一つまた一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。自然とですか。重要なのは金や名声などの属性から離れることですな。私のアトリエは質素なあばら屋ですが、美の探求には十分なのです。あばら屋？なるほど、無心が内なる美を育ててくれると。それにしても巨匠まだらめ先生からあばら屋なんて言葉が出るなんて。ご覧いただければわかりますよ。あばら屋って言葉、確か。マダラメ先生、来てるの？あそこ！やっぱり初日来てよかった。ちょ、押すなって。ちょっと多すぎだろ。潰れる。とりあえず出口に。死ぬんじゃねえぞ。日本画ってこんないろいろ種類があるのね。普通はもっと作風は絞られる。でも先生は全てを一人で創作してる。
特別なんだ、先生は。ユウスケ、ここにいたのか。先生。昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。本当すごいっていうか、うまく言えないんですけど。何かを感じてもらえる、それだけで我々画家は本望だ。いい絵になるといいな、ユウスケ。では失礼。芸術家ってとっつきにくそうだけど、先生って親しみやすいよね。ああ。あ、これだ。生で見たかった絵。これが？描いた人の怒り？わかんないけど、熱い苛立ちを感じるの。あんな気さくで紳士的な人なのに、こんな絵が描けるなんて。どうしたの？なんでもない。こんな絵よりもっといい絵がある。さあ、こっちだ。あ、ちょっと。おばちゃんの肘がもろけど、おかげで思い出したぜ。まあ聞けって。ネットの書き込みだ。ほら、ここ見てみ。なんで先帰んの？ちげえって、俺ら巻き込まれて。まあいいや、お前もこれ見ろよ。この書き込み、マダラムのことかもしんねえ。なんて？日本画の大家が弟子の作品を盗作している。テレビは表の顔しか報じていない、だとよ。盗作？最初に見たときは何とも思わなかったけど、あばら屋でまだらめだからな。住み込みさせている弟子への扱いはひどく、こき使うだけで絵など教えてもらえない。人を人とも思わない仕打ちは飼い犬をしつけるかのよう。盗作に加えて虐待ってとこか。マジなら大スキャンダルだ。北川くんが書き込んだのかな。だってまさに弟子でしょ。さあ、匿名だから。となるとメメントスで聞いたマダラメがあのマダラメと同一人物かもしれねえ。あの先生がそんなこと。あの時のシャドウに聞けないかな。あ、っていうか現実の本人に聞けば。
どんな風に聞くんだよ。メメントスのことから説明すんのか。それに現実で表立って動いたらマダラメ本人にバレる可能性もあるぜ。そっか、そうだね。お前はマダラメのことどう思う？怪しくね？だよな、偶然にしちゃって行き過ぎだ。こいつが黒なら待ってましたの大物だろ。まあそうだけど、本当なのかな。あ、そういやモデルの話はどうなってんだ。北川くんから連絡もらってる。あと、マダラメ先生のアトリエの住所も。住み込みっつってたな。ちょうどいい。明日行ってみようぜ。放課後、マダラメん家に行くぞ。え？モデル、明日？急に言われても。はあ？北川に話を聞きに行くんだよ。なんだそっち。よし。やるか。さてと。そういえば、質問です。やりますね。よし。なあなあ。
ね。鴨志田卓、元オリンピック選手、囚人学園教師。自首の動機は両親の呵責ね。人の心はそう変わらん、まして性癖など、まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかして、あれ？住所も合ってるけど、表札はまだらめってなってる。チャイム押してみろよ。私？押したら壁倒れたりしないよね？たらいが落ちてくるかもしれないぜ。ですけど、すぐ行くよ。人住めるんだここ。高巻さん、お前らもか。チーズ。悪いけどモデルの話じゃねえんだ。聞きてえことがあってよ。
マダラメが盗作してるってマジ？虐待もなんだろ？正気か？ネットに出てんだよ。これ？くだらない。盗作もありえないが、虐待だと？虐待するほど子供が嫌いなら住み込みの弟子なんて取るものか。それに今は住み込みの門下は俺一人。俺がないと言うんだから疑う余地はない。お前が嘘ついてっかもしんねえだろ。それはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生だ。恩人をこれ以上愚弄する気なら許さん。本当にそうなの？ユウスケ、どうしたんだ、大声を出して。こいつらが根も葉もない先生の噂を。許してやりなさい。悪い噂を耳にして彼女のことを心配してきたんだろう。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなかったね。けどご近所の手前もある。ほどほどに頼めるかね。それじゃ失礼。綺麗だったな。すまん。そうだ、あの絵を見れば先生を信じてもらえるかもしれない。先生の処女作であり代表作、さゆりだ。さゆり？俺が画家を志すきっかけをくれた絵なんだ。綺麗。芸術わかんねえけどこれすげえのはわかる。高巻さんを初めて見たときこの絵を見たのと同じ感動があった。私？俺はこんな美を追求したい。君を描くこともその一環だと思ってる。どうかモデルの話よろしく頼む。せっかく訪ねてもらったんだが今日はこれから先生の手伝いなんだ。また日を改めて。それじゃ。なんかいいやつじゃね、二人とも。メメントスで聞いたマダラメは別人なのかもね。せっかく大物見っけたと思ったのによ。異世界ナビはどうなってる？おい、これナビ。さっきの会話を拾ってたの？この表示、マダラメ先生にもパレスがってことだよね。なんで？マダラメと盗作にアバラヤか。こいつがキーワードみたいだ。これマジで何なんだ？
本当にあんなじいさんにもパレスがあんのか。入るには最低限本人の名前と場所が分かればいいんだったな。あとはマダラメがこのあばら屋を何と勘違いしてるかだ。それ鴨志田の学校が城的な？そういうこと。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。いや急に言われてもよ。とりあえず城とか。じゃあ、牢獄は？ああ、めんどくせえ。刑務所、倉庫、それと教育指導室、ついでに牧場。かすりもしねえ。出直すか。画家に関係する建物。素直に考えると何だろう。開始ってこれ。欲に駆られた妄想の景色だ。鴨志田のパレスが城だったようにな。マダラメ先生って現実の美術館にも絵は飾られてるよね。個展も大人気だったし尊敬もされてるし、そんな人がわざわざ美術館を妄想する？言われてみりゃ盗作や虐待とも関係ねえよな。少し入ってみようぜ。ここで頭ひねってても仕方ないだな。つかよ、怪盗に美術館って定番じゃね。まあ、あのじいさんの追っかけ、どいつも怪力だったしな。それ関係ねえだろ。しかしすげえ人だかり。よし、